います。じゃあ挨拶に入っていきましょう。三重県いなべ市の八田小学校の5年生およそ20人を乗せたバス、学校を出発してから10分ほどで到着したのは、ありがとうございました、今年4月にオープンしたばかりの屋内温水プールです。いなべ市では今年から市内6つの小学校が学校の敷地内にあるプールではなく、この市営プールで水泳の授業を行うことになりました。今日は八田小学校と豊代小学校の5年生合わせて34人が合同授業で利用することに。総工費およそ16億円をかけ、このピカピカの快適なプールを作った理由をいなべ市に聞くと、熱中症対策から、プールの事業が、実施できないということもですね、年々増加傾向にございました。近年の猛暑の影響などで児童の健康管理のため屋外プールでの授業が中止になることもあったといいます。2019年度のいなべ市の調査では、市内の全11小学校の水泳の授業の実施率が 62.9% に落ち込んだことが判明。また山あいのいなべ市ならではのこんな事情も。猿が糞をしていくというようなこともございました。屋外プールに猿が出没することも、安全面で対策をしなければならなかったことでした。休み時間中に猿がプールの中に入ってった。そういうプールはさすがに入りたくないよね。入りたくないです。さらに市は新プール稼働に合わせ、今年から水泳の授業は民間に委託することに。教師はプールサイドからスポーツクラブのインストラクターの指導を見守りながら授業を組み立てます。これまでとは大きく変わった環境に子どもたちは。綺麗なプールを使ってとても嬉しいです。いろんな足の動き方とか平泳ぎの足とかを教えてくれるのが嬉しいです。この市営プールは小学校が授業で使わないときは、高校生以上は700円、中学生以下は500円で利用できます。公立学校の水泳の授業と市民利用の両立、柔軟なアプローチでいなべ市の児童たちは今日笑顔いっぱいでした。